きます。美味しい。うん、サンマ食べた。いいね、秋っぽい。なんか今年はいっぱい取れたのか、手に取りやすいと聞いたことがあります。うん、明日逆上がり、明後日芦屋行くよ。めっちゃ嬉しい、ありがとう。芦屋楽しみだな。なんかね、即興劇するの、いつぶりなんだろう。いつかもう即興劇出させてもらったんですよ。HMV に入った近い、完売してたよ。あらー、あれ多分時間がね限られてるからなのかな。枚数が決まってたみたいですね。個別ハイタッチの方はね、お待ちしてます。なんとべとうとうって書いてあったけど、今食べてたのはだし巻き卵に大根おろしと、大根おろしにポン酢マヨ、七味、ポン酢七味マヨを付け合わせました。これが一番ね美味しいです。1年半ぶりだって、足や。へえ、楽しい。これ壊れちゃったんだ、この台みたいなのあったんだけど、なんか挟もうって思ったら取れちゃってさ、これ治るのかな。カチャンって挟、カチャンって挟むところがなんか取れちゃいました。くっつけたらいいのかな、接着剤とか。だから本当はね、挟みたかったんだけど、ポリって取れちゃいそうなので、この状態で配信しています。5年ぶりに会いに行きます。お、嬉しい。で、あとはお肉、ご飯。
と栗山さんから梨をいただいたので、うん、 I love you。 それも食べなきゃ。赤ちゃん、クマありがとう。 I love you はこれなのか、かわいい。うん、うん、ご飯日本食べない、食べるときとね、食べないときある。今日は食べなかったので、昨日作ったご飯を温め直して食べています。うん、おいしい。うん、一番目グルメウェポン行きます。嬉しい。 FOT 楽しみ。最近ネットフリックスで地面師たちをね見てます。じゃあちょっとね、残酷やから、そういう時は YouTube でちいかわを見ます。ちいかわ平和やから、なんかほっこりするね。で、あとはなんだっけ、あと北斗の拳がね、ネットフリックスにあることを発見して最近見始めたんですけど、めっちゃ面白くてさ、もう50話ぐらいまで見ちゃった。一気にじゃないか、で1週間ぐらいでもう50話ぐらいまで見て、でもあと100話あるんですけど、そう、今年40周年とからしいですよね。え、うん、なんか泣けるし、本当になんか愛と友情の物語って感じですよね。50話だと敵は誰かな？今ね、ユダのアジトに行ったりとかしてるんだけど、まだユダと出会えてないところです。これからユダと戦うところ、北斗のケンシロウとかうん、
まあ、こういう話題をするとなんかちょっとネタバレを食らいそうでちょっと怖いんだよね。そう、ユダの回、そうですね、レイとユダの話。うんうん。もう私はね、なんかあんまりちょっとやっぱなんだろうな、ちいかわみたいなほっこりしてる話を見ることが多いので。そうなの、北斗七星のそばにある市長生死の兆し、もうすぐ死ぬ人が見える星があって、ケンシロウの周りの人たちがみんな見えてて、私はもうちょっともう悲しい、生きてほしい。そうなんですよ、レイがねちょっとやばいです。なんか面白いよね。で、一緒にラジオやってる沙織さんっていう方はジューザっていうキャラクターが好きって言ってて、で私まだ出てきないちゃん見てるとこだけ、早くそこまで見たいんだよね。あと100話見たらね終わるらしい。今50話ぐらい見たから。弱い時も個性あっていいですよね、ハート様とか。一緒にラジオやってるハニーさんっていう方に似てるのよ、ハート様、ハート、そう、ハートっていうキャラクターが似てて、なんか中身全然違ったから、最初出てきた時にうわなんか似てるって思ったけど、ちゃんと嫌なやつじゃないですかハートって、だからちょっと似てのはなかった。面白いよね。てかネットフリックスで見れるんだっていう感動ですよ。うんふん。ジャンプの連載見てた世代です。いいですね、漫画派です。漫画も見てみたいね、違うのかな、またね、トリックスいろいろあっていいですよね。美味しかったな。それね、北斗の拳40周年だから、なんかまた作ってるらしいですよ。最新のさ、技術を使って北斗の拳のアニメを。マッドマックスを見てほしい。
でも北斗の拳に影響を与えたアニメとか映画とかっていっぱいあるんだろうなって思いました。蒼天の剣という漫画もあります。生まれる前の話があります。いやまあそれそうよね。だってもうね、いろんな絶対面白いやろうな。じゃあそれはさ、龍拳が軸なんですか、どうなんですか。生まれる前、そうなのよ。最近ハマって見てます。アニメほとんどねがっつり見たことなくて、あの当時さ、私が小学生の時に夕方やってたアニメ、例えばスケットダンスとか銀魂を一番見てたんですけど、銀魂とかで、ワンピースはね最近漫画でめっちゃ読んでるんだけど、ちょっと全然追いつけてない状況。あと100話見ないと。いやなんかアニメだったらいけそうな気がするんだよね。龍拳の子供の話、子供の頃の話で主人公がなんて読むんだ。あ、じゃあ龍拳じゃないってこと、また違う人がなんか主役なのかしら。なんか面白そう。ケンシロウのさ、そのなんていうの、家族の話と家族のこととか全くまだ分かんない状態なんですね、50話まで見てて。ここら辺もなんかゆくゆく分かるんやろうな、分かるかなっていう気になるところ。でももうだいぶね、まだ全然キャラクター出てきてないけど、だいぶ説明できるようになったと思います。人に説明できるぐらいには。ラオ出てきた。うん、おー、修羅の国で分かるよ。やっぱそうなんやね、楽しみ。昔のアニメは放送の半分ぐらい天使の使い回しだから案外飛ばして見れますよ。これね、私もうずーっと見てて、でいろいろ出てきてさ、例えばもうシンとかトキとかいっぱい出てきて、ラオウとかさいっぱい出てきて、ちょっと登場人物多くなってきたなっていうタイミングで、ちゃんとなんか今までの振り返りのなんか回とかあって助かります。へえ、霞健志郎と呼びます。時代背景は第一次世界大戦後の上海が舞台です。へえ、そう、まとめ会がねちょくちょくあるんですよ。そう、ありがたい。
ね、私はマミヤの誕生日のね回がねめっちゃ泣きました。感動した、感動したというか、まあ、切ないよねやっぱ。あとはね、なんか小ネタなのか、うちの玉知りませんかっていう、なんか猫いるんだけど、なんて言ってたかな、なんかおばあちゃんが出てくる休憩所みたいなとこで休憩するとこがあるんですよ、ケンシロウたちは。で結局敵だったんですけど、本当はおばあちゃんじゃなくて、こんななんかひげの生えたバーバーがいるかみたいなことケンシロウ言ってたんだけど、その時のシーンでうちの玉知りませんかっていうなんか違うアニメのキャラクターが出てきてて、そうなんか見つけた時びっくりした。なんでか分かんないけどそう、それ調べたらでかいババアって呼ばれてるキャラクターだったけど、アニメ版はそんなにでかくはなかったです。でもめっちゃヒゲが生えてた。モブに別のアニメキャラ遊びで描かれてる。ねえびっくりしためっちゃ。うん、面白いですね。モンスターシンクにトドロのぬいぐるみが出てきた感じ。そうそうそういう感じです。そう、なんか大人になるらしいですね、バットとかリンちゃんとか。まだちょっとちょっとだけ早くね見よう、早く見て、ちょっと眉毛で眉毛がね欠けてます。編み込みしてるから難しい、かけるメガネかけました。目悪いからさいつもかけてるんだけど、基本ねあのマンスリーのコンタクトをつけてるんですけど、基本はメガネ。いやすごい詳しい、この方アニメ雑誌とかにあのアニメにあのキャラがとか特集されたりしてました。ファミ通っていう雑誌あったじゃないですか、そういうので。 それって何の雑誌だったんですか、裏技とか。プラゲーム関連。なんかさ北斗の拳ってゲームないんかなって調べたら一応出てるっぽい、出てたっぽいですね。ファミコンとか、あとなんだっけな、 Wii U とかにもあったかな。でもちょっと想像つかないというか、やっぱケンシロウは最強だから、自分がそのロールプレイングというか北斗動かすって考えると、なんかあんまちょっと想像はつかない。やってた方とかいますか。オンタイムで放送、中学生でした。そうなんだ、私のお母さんもね世代って言ってた。タイピング練習ソフト、北斗の拳。
だからなんかやっぱ世代を超えてその名作を見れるっていうのはいいですよね。北斗の拳ファミコンでやったことあるよ。それは格ゲーなの？うわ、龍が如くの北斗の拳ゲームめっちゃ面白い。面白そう。私龍が如くはやったことないけど、なんかみんな面白いって言いますよね。ハマるんだろうな、やったら。テレビにさ、なんか龍が如くやりすぎてなんかあれがつくんでしょ、なんていうと、やりすぎたらなんかテレビって残るらしいですね、その後みたいなやつが。スマブラとかで出てきたらいいのにな。で、ストツのキャラがいるもんね、あのスマブラには。焼きつくって言うんですね。今のテレビでもあるのかな。で、昔のテレビがよくあったんじゃないかなと思いますけどね。横スクロールのアクションゲームです。ほー、有機イエル焼きつく。へえ。最近のやつだよね、有機イエルって。なんかスイッチでもさ、有機イエルって書いてるやつあるよね。そう、焼きつくって話が出てました。これ今、あれですよね、ジョーナンフロックボーイズの告知のやつが出ちゃってるから、こっちかな、みんなの。あれ変えないとだ。横スクロールのゲーム多かったな。横スクロールって横スクロールっていうと、あの星のカービィのグルメレースみたいなこと。横スクロール、ちょっとねえ、バットは最終回で男の顔になりすぎるの、ちょっとやめてよ。ちょっとネタバレですよ、早く見ないと。スーパーマリオみたいなこと。なるほどなるほど。私ブービーボーっていうゲームめっちゃやってたんだよね、昔。シューティングゲームで、なんでうちにあったんか分からんけど、多分お兄ちゃんがやってたのかな。プレステのアプリじゃない、プレステのソフト。でもブービーボーやってたって人には今だあんま出会ったことない。そう、ウサギのなんかシューティングゲームなんですよ。有野さんの番組で北斗の拳のゲームやってた。見てみたい。どんな感じなんだろうな。高橋名人。高橋名人は親指でいっぱい押す方ですよね。あ、レトロゲーム特集で有野さんの。でも何のゲームなのかは知らない。なんか連打するみたいなのは知ってるけど。ジャン玉、ジャン玉はね、してますね。でも計算できるようになりたいけど、なかなかできないんだよね。16連勝。魂の16連勝。やばいやばいやばい。絶対ちょっとネタバレが見えた気がした今。北斗の拳の
もう嫌になっちゃう、本当に。そうなんよね。視聴性が見えてて嫌なんだよね。見終わった、この後。あと100話あるので、100話見たらちょっと待って、感想言います。夜通し見てるの？そんなことはない。お仕事終わりとかに見てます。北斗の拳はね、お母さんが見てたみたい。レイヤときが好きです。いや、そうよねー。ゆかちゃんのエレキライブよかったです。お、木島高原かしら。楽しかったな、木島高原。ラオの馬、かっこいいよね。国王？象の足ぐらいの蹄の。そう、今レイと言ったのあったり、ネットフリックスでね、見れるので 見たことない人見てみて、面白くてめっちゃハマっとるんよ。オープニングのクリスタルキングいいですねー。ではでは、この今コスプラーションスコンプライアンス的にはとかも、今アニメ作ってるらしいですよ。だからどうなるんだろうね、そのこう頭がピューってなるやつとか、新しいのを書くのか、その最新のあの、なんていうの、技術で元のやつを書くのか、どっちか分かんないけどね。どうなっちゃうんでしょうね、楽しみ。明日の練習でもしようかなと思うので、そろそろ配信終わろうと思います。作詞作曲した歌の話。おお、作詞作曲した歌の話。この前の木島高原ですね。木島高原で FOT バンドっていう、松隈健太さんと星慎太郎さんと組んでるバンドがあるんですよ。TNC の福岡に音楽番組を作りたいっていう番組から発足した MC3 人のバンドで、そう。私が作った歌と、ほさんが作った歌と、テーマソングをやったんだけど、 YouTube でね、聴けるけん、ぜひ聴いてほしいんですよ。あのね、松隈健太さんってやっぱ BiSH のサウンドプロデューサーであり、いろんなさ、楽曲提供とかもされてて、そう、そんな方にさ、もう好きに歌詞書いてきたら、曲作ってくださるみたいな状況で、そうなんよ。でなんかテーマ決めようってなって、その収録のノリで自転車が欲しいなっていう曲を作ったんですよ。歌詞書いて、電動チャリが欲しいっていう歌詞を書いたら、それが本当に曲になって、そう、でもしっかりね、なんだろう、歌詞いろいろ見てみたんだけど、もうチェックしましたか皆さん。
聞いたんですか？何このシルバーダルマ女王って X って書いてあった YouTube 見たよ。お、ありがとうございます。木島高原アンダーザスクリーム、木島で聞きました、ありがとう。そう、見てほしいのよ、めっちゃね。もう頑張って、その時がちょうど坂上がり公演の初日でぐらいやったよね、木島高原のフェスが。時はもうちょっと同時並行で同時進行でやってて、それこそメールに書いたんだけど、この FOT のバンド練習めっちゃした次の日が逆上がりの私の初日だったの。そうなんですよ。歌詞をねぜひ見てほしいっちゃんね。だけど YouTube 見てほしいのよ。木島よかったね、ありがとう。バンド楽しかった。 YouTube 見てよ、見れない地域でも見れるから本当ありがたい。おー、ありがとうございます。結構面白い歌詞になってるんじゃないかなと思いました。やっぱ電動チャリをテーマに曲書くことってないからさ、いろいろ考えて、なんか連想して考えて、キシム高原のね感想も聞きたいですよね、皆さんの。グルメで聞きたいねー、タコだ。そうなんですよ、微笑みポップコーンありがとうございます。今日の虫バラめっちゃかっこよかったです、嬉しい。虫のバラードっていう、嬉しい。貴島さんとお楽しみとまだ思う。ありがとうございます。そうなの、チャリといえばどういう単語が思いつくかなとか、なんでチャリが欲しいのかとかめっちゃ考えました。で、歩くのが嫌だから、で、歩く人って誰って思って、伊能忠敬だなって思って歌詞に入れてみたりとか。 YouTube でぜひぜひ見てください。じゃあそろそろ私は明日の練習してきます。ちょいランキング読むね。13位から、かずき、バイク野郎、ひろっち、梅っちコンビみたい、ひろっち、梅っち、りゅうが、くまんちゅ、醤油団子、アットマーク、長谷川さん、いちご、ノブ、FR、肉、ベスト3が、3位が、ただたんたーん、2位が、3が、1位が、わかー、ありがとうございます。あさっての芦屋の総教育楽しみしてます。楽しみましょう。どうなるのか全く分からんけれども楽しみです。早く北斗の拳も見れるようにこの後練習して、ちょっと北斗見て寝たいと思います。じゃあまたね。
バイバーイ。おやすみなさーい。おやすみ。